なったね。もうずっと作っとっていいよ、この辺りから。で、あの天神交差点を左折して家まで来れますね。うわ、もうそこの店潰れてる音ですね。あれどこ？そこ。あ、2階。あ、もうそんな感じやね。ずっと何もついてないもんね。大体ほんと潰れるような感じで、もう長持ちしないでしょうね。うん、もう期間短かったよね。ああ、吉本さんがデートで1回行ったって。この頃はあの吉本さん、あの人とデートしようらへんな。その誰やったか、だるまさんとか言ったね。で、その女性も今アルバイト来よらんやろ。え、あそこ。あ、もう大体アルバイトというか、もうお客さんが少ないから大体アルバイトを置いとくだけのこと、うん、ないとでしょうね大体。けど週末とかは多かったりしよったやな。全然あれじゃん、もうアルバイトを置いとくだけないでしょうね、うん、あれ。で、お客さんでその後ちょこちょこっと何回か来たりはしよったよね。ああ、多いね、さすがやっぱ早いけん、10時半って言ったらね。天神の近くまでいいよ、ずっと。ここ行ったね。いやいや、行っとらんじゃん。やっぱ、早く閉まるし、昼間は多いんやろうね。大体何屋さんですか、そこ。いや、2階は、その料理屋さんで。でも、まずいでしょうね、大体。でも、もう、まず美味しいことはないでしょうね。まあ、どうやろうね。もう美味しいやら聞かないですもんね。うん、なんかそう言われに出らんもんね。あそこは美味しいとか。アンガス行ったね、その後。いや、行ったね。一回、肉の食べ放題で、はい、行って。けど、硬かったもんね、アンガスも。昔に比べたら。オッケーです。